正の方が持ち込む場合が多いと。で、帰省された場合にはしばらく家族内で滞在、家庭内で滞在しますので、実家の中でどうしても感染の機会が増えることになります。県内では8日から10日まで3日連続で過去最多の感染者数を更新しました。中でも感染経路として急増したのが家庭内での感染です。これから見ていただくのは8日から10日までの県内の市や町ごとの感染状況です。クラスターの発生が相次ぐ中、県東部で感染者が相次いでいることが分かります。年末年始に帰省者が東部の方にかなり戻ってきたんじゃないか、そこで家庭内感染等が起こったんじゃないかというふうに思います。ですから、あと全体的にですね、やはり家庭内感染もかなりメインになってきつつあるようなイメージがあります。週末の検査数が多くなかったことから、感染者の数も昨日は53、今日も39と一時ほどの多さではありませんが、明日以降再び感染者の急増が心配されます。特に医師が今心配しているのは、昨日までの3連休、若者の行動がどうだったかということです。今回成人式もある地域もあって、その後に若い人たちがどの程度だと飲食店に行って、このマスクなしで大きな声を上げたりしたかどうかにかかってくるかなと。そういう人が多ければ、これから今週の終わりから来週ぐらいに感染者が若い人たちで増えるんじゃないかという心配はしています。家庭内感染がさらに増えるか否かのまさに瀬戸際です。では家庭内感染を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。自分と女房と2人だけなんですけど、女房もいろんな施設の関係の食事作ってる仕事だもんですから、感染したらもうかなりやばい状態なんで、かなり気をつけてて、もしなかった場合は関門で家ではやってますね。人数少なければね、向かい合わない横並び。しかし家庭内では感染対策が難しいのも現状です。家庭の中ではね、マスクしてないじゃないですか。普通にマスク外して生活してるし、一緒にいる時間長ければどうしてもね、外から菌が持ち込まれればそこで感染しちゃうって可能性はあるんじゃないかなと思ってます。でも家の中で間仕切り作るわけいかないもんでね。番組では2人の子を持つ母親に取材。今特に高校3年生の息子への感染を心配していると話します。今週の土曜日16日の日に共通テストがありますので、そこを無事に受けられるか、感染しないで無事に受けてほしいなと思っています。今週土曜日から始まる大学入学共通テスト、長男が受験を控えているため、家庭内での対策を強化していると話します。我が家の洗面所です。以前はここにタオルをかけてみんなで使っていましたけれども、それはやめて、ここに小さいタオルをたくさん置いて、各自使ったらもう1回で洗濯するというように変えました。歯磨き粉やコップも共有せず、1人1個ずつ用意。さらに息子が帰ってきたらリビングに直接来ないで、洗面所で鼻うがいして目を洗ってうがいしてすぐにお風呂に入ってもらって、そうしてから私たちと接するようにしてもらっていますね。食事も息子の部屋に食事を用意して、食べてもらうようにしていますね。家庭の中でもマスクを着用、外出もままならないため、初詣や合格祈願のお守りなども買うことができていないと言います。親としても気の毒になって、もしこれ受験で合格したとしても、私たちがしてきたようなキャンパスライフみたいなものをあの子たちが送れるかどうかもわからない。なんかその先のこともなんかあんまりいい状態じゃないのかなと思うと、本当に気の毒だなと思います。